アビスパ福岡と12位 FC 岐阜、互いの勝ち点差は2。ここから上位進出を狙うためにも勝利が欲しい一戦。最初の決定機は福岡2分、コーナーキックから岐阜がこぼれ球の処理をもたつく間に金森が奪ってシュート。ゴールとはなりませんが、このプレーで得たコーナーキックから坂田がつないで金森、さらに金森、変化をつけたコーナーキックから金森がしぶとく押し込んで今シーズン5得点目。開始3分、福岡が早い時間帯に先制します。ここ5試合で12得点を奪っている岐阜も19分に反撃。左サイド、水野のクロスに遠藤純喜が合わせますが枠を捉えられません。29分にはカウンター、遠藤の突破から追い越したナザリトがシュート。これも枠を外れますが、ナザリトが鋭いスピードを見せます。追加点の欲しい福岡は40分、こちらもカウンターから決定機。阿部匠のクロスに中原、両チーム持ち味を出した前半は1対0で折り返します。後半最初のチャンスは福岡、51分、前線からのプレスでボールを奪うと坂田が抜け出しループシュート。しかしこのチャンスも生かせません。岐阜は52分、ナザリトのスピードを生かしディフェンスの裏を狙います。15分には途中出場清本のスルーパスにナザリトが抜け出しますが、シュートは神山が神セーブで守ります。守る福岡、攻める岐阜。76分には途中出場宮澤のパスから三度ナザリト。しかしここに立ちはだかったのも神山。結局1点を守り抜いた福岡がプレーオフ圏内へ貴重な勝ち点3を獲得しています。